今日は鏡音凛蓮の15周年の誕生日ですね。はい、おめでとうございます。はい、どうもこんにちは、マシット。ミクです。はい、さあ、今日ですね、鏡音凛蓮の15周年の誕生日ですね。おめでとうございます。はい、凛ちゃんと蓮くんもね、無事15周年を迎えたということで、はい、時が経つのは本当に早いもので。誕生日のたんびにね、この言葉言ってる気がするんですけども。はい。でも本当に早いよね。今回ね、リンレンが15周年ということで、何か公式の方で動きがあったかなと思って見てみたんですが、まあ、特にあまり大きな動きはなさそうですね。うん。まあ、おそらく、2023年の間で何かあるのかなって感じがしますね。うん。去年は、というか今年か、今年に関しましては、リンレンはね、単独ライブやったりだとか、いう感じになってまして、うん。個人的にはすごいあれを楽しめたんですけども、はい。ね、また来年もね、なんかそういったことやってくれると嬉しいなとは思うんですが、うん。どうなんでしょうねって感じがします。はい。で、公式の方で何か動きがないのかなと思ってちょっと、先ほどね、調べては見たんですけども、プロセカの方でやっぱり誕生日キャラが出てきたっていうことと、それから初音ミク公式の、ブログの方ですね。で、MV が公開されてますね。ミュージックビデオ、ファーストノートですねのリミックスバージョンが、公開されてました。うん。あとはいつも通りカレントの方でね、リンレン15周年の、特集が公開されてて、15周年記念して23作品を配信開始というぐらいでした。うん。特にどっかでね、またグッズの販売するよとかそういうのはなかったんですけども。うん。またちょっとね、時間経てば何か出てくるかもしれませんので。うん。また何か始まったらね、予約開始等々やってみたいなと思っております。はい。ミクに続きね、リンレンも15周年ということで、うん。キリがいい数字なんで、おそらく2023年、あるいはマジカル未来内でまた何かあるのかなと個人的には期待しております。はい。ね、っていう感じでしたね。はい。年の終わり頃だとさすがにちょっと難しいよね。何かやろうにしてもね。うん。はい。また何か大きな動きがあれば、こちらの動画内でもね、紹介してみたいなと思います。はい。というわけで、リンレイの15周年の記念の、お誕生日会、これで終わりにしたいなと思います。コメント欄とかでね、リンとレンに対してね、何かお祝いのコメントがある方、僕の動画のコメント欄の方でね、書いていただければと思います。はい。後ほどね、写真等々もね、Twitter 等にあげたいなと思ってますので、はい。見ていただければと思います。はい。というわけで、リンとレン15周年の誕生日会でした。紹介したのはシート。ミクでした。はい。それでは、リンとレン改めて15周年おめでとう。また来年もよろしくね。お願いします。ミクとリンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとリンチャンネルをお願いします。